ソウルシティツアーバスソウルシティツアーバスは大韓民国ソウル市の中心部を走る特に外国人の観光客を対象とする循環バスである。利用者は路線バスのように各停留所で自由に乗降可能。韓国語以外の外国語が一つ以上できるガイドが一人、天井しているほか、備え付けのヘッドホンでは日本語、韓国語、英語、中国語による解説が行われている。 バスは、ヒカリカモンから出発する。ヒカリカモン徳寺海ミ大門市長ソウル駅、ウソタツヤマ駅国立中央博物館、戦争記念館米軍タツヤマ基地イテウォン、クラウンホテルミヨンドンナム山間奥村、韓国のイエソヒテルアンバサダーホテル、国立劇場、エノソウルタワーハイアットホテル、タワーホテル、シラギホテル東大門市場、大学路小経宮小徳宮インサドン、 聖画大、慶福宮高家門特殊宮成形広場、成形文化会館ソウル風物市場、大学路小景宮小徳宮インサドン、ソウル歴史博物館農業博物館引く、光家門高家門、N ソウルタワー南大門市場成形広場、光家門、ムーンライトレインボー噴水ナムサント書館引く、南大門市場成形広場。ありがとうございます。